いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデル AMG C63S エディション1をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに飛び石と線傷があり、ボンネットに飛び石とフロントガラスに同じく飛び石がございます。また右側2本のアルミホイルに傷がございます。走行距離に関しましては約9000キロと低走行なお車です。外装色はオブシディアンブラック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。 C63 の販売を記念し作成されたスペシャルモデル C63S エディション1でございます。 C63S をベースにサイドデカールやレッドアクセント、ハイグロスブラックパーツなどが装備され、迫力のあるデザインに仕上がっております。またインテリアに関しましても AMG パフォーマンスステアリングや AMG パフォーマンスシートなどが装備され、特別感をより演出したモデルです。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては4リッター V8 のツインターボエンジンが搭載され、最高出力は510馬力を発揮します。アルミホイルはマットブラックペイントの単造19インチのアルミホイルが装備されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性、視認性ともに優れております。またマフラーに関しましては AMG 専用の4本出しのマフラーが装備されております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。トランク全体十分な容量を確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックの AMG パフォーマンスシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークの AMG パフォーマンスステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはダイナミックセレクトが装備されておりますので、センターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。またサスペンションに関しましても3段階での変更が可能となっております。さらに AMG パフォーマンスエキゾーストが装備されておりますので、より一層力強いサウンドを楽しみいただけます。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますし、スピーカーはブルメスター製のスピーカーが装備されておりますので、
後部座席の方も快適にドライブをお楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂いとはいたしません。では今回は2015年モデル AMG C63S エディション1をご紹介させていただきました。走行距離約9000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。 AMG のハイパフォーマンスセダン C63S エディション1でございます。こちらのお車には510馬力を発揮するハイパワーエンジンが搭載されておりますので、AMG らしい圧倒的な走行性能をお楽しみいただける一台です。また高い走行性能だけではなく、純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ブルメスター製のスピーカー、レーダーセーフティーパッケージなどが装備されておりますので、快適、便利装備も充実した一台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。